南京名物の泥沼は塩を飲んで黙々たる霧の朝。昭和12年12月14日、我々はキャメラの目を持って世界戦士に類例なき威訓を立てたる。上海から南京への快速進撃隊とほぼ功を共にして、中遊儀烈なる我が少子奮戦の生々しき遺跡を探り、合わせて蒋介石10年の夢の跡を弔わんとするものであります。激戦の余人なお烈々として死の内外に燃えるの時でありました。陸賊として入城する我が勇士たちのうちに、戦友の支える担架に乗せられた名誉の将兵たちもあります。また戦友の胸に抱かれた無言の勇士、すなわち南京へ南京へと進撃の途中、城壁を目前にしてこう無念の死を遂げた人々の遺骨も入城いたします。上海からの表玄関、東へ向かって開く中山門、ここは我が大野、片桐、伊佐、藤井の各部隊が奮戦をしたところ。12月13日午前3時、工兵隊が決死の爆破作業によって城壁2カ所に突撃路の跡を待って、雪崩を打って殺到した我が城壁高く
深夜の関空に日照機を翻すに至りました。南京を貫く直線の大動脈、中山路の入り口、それだけにここは敵の防衛最も堅きものがありました。北の入り口は長くして右へ迂回し、陽子港岸の飛車間に迫り、敵の退路遮断を企てた助川部隊、竹内部隊、北藤隊が占領。北西の出入り口、入港門。敵軍退却の悲劇がその頂点に達した場所であります。包囲攻撃によって次々に城門を奪われ、今この入港門から社会に逃れるより他に道はない。慌てふためいた敵兵、城壁にかような様々長いものをぶら下げて命からがら逃れ去ったのであります。何しろ味方の軍隊によって外から固く城門を閉ざされてしまいました。逃げるには嫌もなしにこの高い城壁を越えて逃げなければならない。そこで帯、ゲートル、裂いた切れ、綱、何でもかでも手当たり次第つなげるものはつないでぶら下がって逃れたものであります。命がけで城壁を降りるが、今度は軍服オーバー脱ぎ捨てました。脱ぎ散らかしました。そうして連服に控えて逃れ去ったものであります。背後からは敵に攻められ、退路は味方に遮断され、入港門の門扉の内側も早うに外の敵に備えるために土のうを厳重に積み上げたのは良かったが、これが内部から追撃をされてはかえって退却の邪魔になるばかりでありました。敵とはいえあまりにも惨憺たるその敗戦ぶりであります。敵のロバが我が戦車に追われていく、あたかも彼の主人の運命を語るかのようであります。入港門からまっすぐに行くと陽子港岸のシャーカル下の関と書きます。水路を送ればここが南京の表玄関にあたるわけです。蒋介石もはじめここから船で逃げるつもりをおじけづいて飛行機を利用したものです。今団地を連ねトラックを乗せていくのは我が軍、さらに対岸に進撃戦とするを語るものであります。沖合に停泊するは我が艦隊、敵の機雷および防災の危険を冒しつつ港岸各地の敵砲を制圧しつつ、13日午後5時ここに来たったもの、対岸に渡らんとする敵をここに待ち受けて撃滅したのであります。中山門より入って左側にある故宮飛行場、この飛行場の筋向こうに明の御殿の廃墟があり、我が空軍に撃墜をされた敵完膚なきまでに空爆された格納庫。この故宮飛行場はそもそも南京空爆の最初から我が海のわらわしたちの重要なる目標であったのであります。
南京を死守した88師司令部ここが田中市本来の捕虜収容所になった。厳重な身体検査、武器の有無を調べます。なおその他、ここには様々な旅客品、その中には我が軍を悩ましたチェックの機関銃、あるいは敵の軍機なども混ざっております。我が勇士たちの捕虜に対する微笑ましきサービスぶり。12月17日世界歴史に悲惨として攻防を放つ南京入場式は挙行されました。この日江南の空には一片の雲なく、実にルメールがごとき快晴。賢くも朝霞中将の宮をはじめ奉り、松井司令官、その他陸海の将生靴輪を並べ、中山門より国民政府まで堂々天地を圧するの壮観でありました。午後2時、国民政府の中庭において国旗掲揚式挙行。皇居遥拝の後、松井司令官の発声によって大元帥陛下の万歳三唱。
三種の清酒、勝ち栗、昆布なんど、めでたき品々を揃え、午後2時45分、国民政府大礼堂において、大祝宴が開かれました。大祝宴に歓声上がる一方、中華西門前においてはこの一番乗りの戦いに壮烈なる死を遂げた人々の遺骸を痛ましくもその時ともに突撃した戦友の手によって今や火葬にするところであります。外省の心、熱烈の情、皆燃えて灰となる。この白骨、血と肉をもて、先の日まで、三国のために尽くし至り。遺骨を抱く戦友の語るところに、これら花と散った勇士たちの、ありし日を忍ぼうではありませんか。南京各縄文中最も敵頑丈なりと言われた中華門において岡本保元部隊は敵の配置一番手薄なりと睨んだ西の方へ迂回。三名の公兵敵のダウンを救いつつ剣にあり合わせた船を押してまいります。はい、ちょっと、はい、半分の位置はこの前に続いて安藤白石両部長ほか数名の決死隊が選ばれます。この船によって泥深い30メートルのクリークを渡ろうという叩きつける艦中の嵐を避けず上陸。
たびか足を踏み滑らす。休憩者の崖を登る。用意の長梯子を城壁に立てかけました。しかるとこの城壁の高さおよそ15メートル、五条に近い石の壁で、しかもほとんど垂直にそそり立っております。上を登る僧侶と困難、先頭が安藤五条、2番目が中鶴五条。中鶴五条は奇跡的に微笑座も終わり、めでたく生き残ってこのことを我々に物語りました。1分間が1時間の長さと思えたそうでございました。かくして午後1時15分日照旗を翻すことができました。12月18日午後2時、南京城内故宮飛行場において陸海軍戦没詔卒の慰霊祭が挙行されました。この日官位臨列、強風しきりに吹いて霊前の榊を打ち震わせ、荒涼暗淡たるありさまは人志を祝然たらしむるものがありました。現地録音のマイクロフォンにものすごい風当たりであります。まず厳かなる祝詞によって行進の式が行われます。松井司令官の弔辞。次は長谷川司令官弔辞。これとき昭和12年12月18日、諏訪方面艦隊司令長官兼第三艦隊司令長官、海軍中将総司令官副統公式長谷川清志さん、福祉にて沈没将兵閣議の英霊に次ぐ、先に三将校入試がからんとするや、私は有役制度に従い、この日貨幣よく県人衆的に対し、あるいは弾丸撃ちのもと、避難に赴き、あるいは炎天極烈のもと、視察に耐え、岸壁を廃するや、敵を反逆の重きに置き、対空を制するや、死を拷問の軽きに比し、諸
商用として五国の鬼となる。あ、祖師川作の鬼を今また見るわよ。流行、流行状態、プランニングも思いを小谷に馳せ。祖師川家境を忍びては、流亭ただ金でざる者あり。しかしといえども、西洋今外にまとい、束ねを我が国に積むは、これ夫人の本懐なり。いわんや、その別列たるを擬端、かっかくたる武功、万人に等しく担当する親。松井大将玉串法典。長谷川中将玉串法典。賢くも朝霞中将の宮玉串御法典。南京は果たしていかなる結果を得たか、いな民衆は何を与えられたか。見よ、この荒廃の町を、疲れ果てたる人々を。当選到底。このスローガンはこの結果を予想したか。これぞ中央集権のお道具に抗日のお題目を使用した蒋介石の大きな見込み違いでありました。22人の外人によって組織された国際委員会、それが管理する難民区にははじめ多数の正規兵が潜り込んでおりました。武器弾薬などを隠しておりました。しかしこれらの清掃を断固として行った後は、本当の避難民たちはどんなにほっとしたことであろう。ようやくにしてカンカン狩りの脅迫観念から逃れ、特製の日照記ではありますが、これを立てて日本兵と危機として親しむことができたのであります。
見よ、これらの人々、これらの子供たち、もとより我らの勇士はこの人々と戦ったのではありません。いや、むしろこの人々には勇士たちもおそらくと河川工場をやっております。徹底的投下管制理にありました南京明るくするがために、これは急を要する仕事です。市中の道路に掘り散らかされてありまする塹壕を埋める、すなわち道路の復旧、そうなると町もだんだん活気を帯びてまいります。これはまた文字通り馬が倒れて捨てても置けずというわけであります。方々に朗らかな笑い声が聞こえるようになりました。今や復興の気分が満ち満ちております。早くも到着した日本の新聞、帝都市民が南京陥落の方をいかに感激して迎えたか、これを見て勇士たちの顔にも思わず会心の笑いが浮かびます。日軍の至る所和平実現されるという抗日ポスターに代わる親日ポスター、市民は今続々として飛来します。戦火のために疲労困憊の局に達した彼らもどうやら元気を取り戻してその住処に戻るのであります。旧国として安居省各のポスターが貼られます。すなわちこの観察さえ持っていれば十分の保護を受けることができるという、潮のごとく集まった人々、世界共通のずる型人種、ここにもその後を立ちません。誰も彼も皆この観察をもらうべく異様な緊張ぶりを示しております。南京省には生命年齢等はもとよりといたしまして、もっとも念入りに書かれるのはその要望の特徴であります。これさえもらえばもう安心という様子が皆の顔に見えた。でありました。これは外交部跡の品病院、一方シャーカンの埠頭、早く赤十字船が到着いたしました。戦いの嵐を恐れざる大和なでしこ、我が負傷兵に対する看護ぶりは優に優しきうちにも隣然たる頼もしさを有しております。こうして負傷兵は
陽子港を下り、後方の病院へ送られていくのであります。草原の香りを沈めて、南京にも初雪が降りました。もうお正月も間近であります。おう、お正月、お正月、何はなくても門松がないと我々日本人はお正月のような気がいたしません。そこで異国の首都にありながら、各部隊の勇士たちは無理をして門松をそれぞれ建てました。ところが松は南京市中にめったに見当たりませんので、はるばる郊外の紫金山あたりから採集してきたもの。兵隊さんのお手際はなかなかに鮮やか、本職を果たすと言いたいところですが、あるいは日本にある時はいなせな本職であったのかもしれません。裏白もなければ譲り葉もありません。そこでとりあえずビアの葉っぱが動員される。どうやらお飾りも出来上がりました。血生臭い戦争に使用された土のうも、これはまた素晴らしい廃物利用です。さて、平坦部には景気よく雲かぶりも到着いたしました。もしもち、みかん、スルメ、昆布、カズノコ、味噌、醤油、お正月のごちそうが5万と山積されております。餅屋は餅屋さんかもしれません。面白いのはこれが東京式ののし餅でなく、
いちいちちぎって丸める方法であります。やたらにお供えばかり製造しているわけではございません。この一つ一つがお雑煮になり安倍川になるのでありまして、お供えは別に厳然としてお供えなのであります。この餅はうまいぞ。もっと大きくするよ。これでもちもちして大大勝利だなね。それはその一番大きいやつどうや。寒山十徳の故事によって人口に解釈されておりまする蘇州の寒山寺、ここも南京からあまり遠いところではありません。この寺の除夜の鐘は最近ラジオをもって日本全国に放送を企てられたものであります。誠に風光明媚なる水郷であります。もう一つここに有名なものがあります。例の月落ちカラス鳴いて下天に見すという、唐の長兄がこの地に遊歴をして作ったと伝えられております。七言ぜ寒山寺の鐘の一つごとに新しき年は刻々と迫りつつあります。南京における昭和13年の初日の出、旧国民政府前にも門松、門には締め飾り、続いて大元帥陛下の万歳三唱。大元帥陛下万歳。Amen.
際して南京自治委員会は成立。この建物は有名な古楼であります。昔から国家国民の一大事には必ず会場に使用せられた歴史的の場所なのであります。驚くべくまた感じべきことは、こういうふうに優しき大和撫子の手厚い看護を受けながらも、将兵諸君は例外なく一日も早く全快して原隊復帰、再び第一線に立つことを熱望しているのであります。さらば原隊復帰の命令下りや当人は近畿弱役、周囲はまたこれを潜望すること甚だしいのであります。諸君が数ある戦場者、あるいは内地にお買いになった方が非常に多いにかかわらず、また元のような元気な戦功隊に帰られまして、現代復帰されますことを心から国民のために、あるいは国家のためにお祝いいたします。早速お礼申し上げます。この部隊は伊豆へ進撃戦とするものであろう。もちろん戦いはまだ終わったのでありません。
南京政府は都落ちしたとはいえ、抗日政権はまだ滅びたのでありません。それが単なる地方的封建政権に没落したとはいえ、省のいわゆる長期抗戦はこれから本部隊にいるものと見なければなりません。あるいはゲリラ戦術に、あるいは列国なき突き戦術に粘れるだけ粘るであります。もし敵にして長期抗戦ならば、我はまた長期要長であります。南京の陥落、それは真の東洋建設の序曲が終わったに過ぎないのであります。さらば、さらにさらに前進する我が勇士らの不運長久を祈り、合わせて東洋平和日誌神殿の完成が一日も早からんことを祈ろうではありませんか。